アイケイ、チンがメイズ。いや、チンのそばにいてほしいのだ。どうだ、チンの流暢な姿に見惚れるだろう。宴会ばかりやるのは贅沢だな。アイケイ、チンと二人で祝宴を開くのはどうだ。手のひらにさらなる力が、この感覚はなんとも素晴らしい。帝王たるもの、庶民の労働にも当然理解を示すのだ。待っていろ、朕が天下を取った暁にはもっと良い恩賞を授けるぞ。謙遜する必要はないぞ。この勝利は天の意志なのだ。天命は帝王である朕と共にあるべきだ。朕を起こすのだ。朕自ら不敬者に深い後悔をさせてやる。その目に朕の勇姿をしかと焼き付けるがよい。朕はすでに祝宴酒の香りを嗅いでいるのだ。行くぞ、朕自ら出征だ。朕が天下に君臨する時が来た。お前は朕の配下となるのだ。さすれば今より偉くなれるぞ。遅い、来るのが遅すぎる。朕をいつまで待たせるつもりだ。寝起きのようだな。髪が乱れているぞ。朕の臣下として身だしなみには常に気を配れ。お前眠いのか。無理して朕に付き合うことはないぞ。先に寝ろ。お前にこのような優しさがあるとはな。朕は嬉しいぞ。ふむ、アイケイが朕にまた何か珍しいものでも献上したのか。なぜそんなに緊張している。朕のことを暴君だと思っているのではないだろうな。朕の実力を見せてくれれば、朕の前でもう少し肩の力を抜いても構わぬぞ。堅苦しさは不要だが、最低限の礼儀作法は必要だな。孤高の王だと、朕の望む姿はそのような滑稽なものではない。誠の王は万人に囲まれるものだ。どうだ、今日の朕はいつにも増して凛々しくないか。若造のくせになかなか良い腕前だ。ん？朕も同じだと。大胆なやつだな。だがそんな愛敬だからこそ朕のお気に入りなのだ。お前は朕のことだけを見ていたらよい。さもなくば不届き千万だぞ。愛敬よ、地下を寄れ。そして肩を貸してくれ。誰にも朕の進む道を阻ませぬ。天命とアイケイのために。金星愛民、天下寄進。朕は天下万民のために必ずや新しい平和と繁栄の時代を作るだろう。